お肉のお店に来ております。ここね、丹波市の、ブランドの豚が売ってます。見えてます。よしよしさんというお店で、栗をね食べさせて育てた豚みたいなんですよ。で今日はね豚まんとかも売っているので、それも買ってね行きたいと思いますので、行ってみたいと思います。はい、よしよしさんですね。お店なんかちょっと可愛らしい作りです。そしてね豚まんも売ってますし、カレーまんもあるね。生の豚も大丈夫ですもんね。そうです、あ、生で冷凍か、冷凍か、うん、バルサミが入ってるとまたなんか食感が面白い、あ、味も美味しいです。優しい感じでそんなにきつい味じゃないですね。そして今度カレーまん、カレーの風味がふわっときます。こっちの方が肉がなんかしっかりしてる気がします。焼肉で食べていきたいと思いますので。